皆さんこんにちは。事業性評価起点の企業価値向上フォーラム第2回であります。今日はあまあ、ミニ講義で第2回をスタートさせようと思いましたけれども、まあ,あのインタラクティブにやるっていう話もしていたので、えー、実は3問、えー、質問をかつていただいたものがありまして。 それをまあお答えをする形であこんなインタラクティブなやり方をするのかというようなまあ一つのサンプルにしていただく意味でも第2回は質問と答えということになりますまあこれをご覧になってまた感想を聞かせていただくのも嬉しいことだと思っています早速やりましょう第1問目でありますけれどもこれはあの学生さん からいただいたただ質問であります今のコロナの時期とタイムリーでありますけれどもコロナ禍において中小企業の業績は厳しいと思います。やはり大企業に比べて規模の小さく体力のない中小企業の方がリスクが高いのでしょうかと。まあ、ここのの学生さんにとっては多少この就職 そういったことも、まあ、あの頭にあっての、まあ、ご質問だろうというふうに、まあ、想像するわけであります。でまあその大企業と中小企業の、まあ、これ信用リスク論ということになるんだろうと思います。でまあ一般的に言えばですねそれはやっぱりあのいわゆる上場企業大企業と言われる方がその平均的な信用リスクというのは低いんだろうと思います。 まあそれは当然上場基準というまあ一定の財務基準をクリアしているとかですねまあそういったこともありますしまあ当然まあ中小企業も今回のコロナでもそうですけれどもまあいわゆる危機対応融資とかあるいはいろんなまあ支援金とか補助金とか。 まあそういった形でそのこのコロナをまあ乗り切ってほしいというそういったまあ政策的な配慮というのもあるわけですからまあそういった意味でその中小企業の方がリスクが高いということは平均的な形としては言えるかもしれませんまあしかし一方でですね私がまあこの間ご紹介した経営者の条件の中でも書いてるんですけれども大企業が万全かっていうとですね やっぱり大企業もいろ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 問題壁にぶち当たってきてるのが現実だと思いますね。で私はですねこのまあ信用リスクも含めてあるいはいろんなまあ指標があるわけでありますけれども規模の代償だけで比べていいのかっていう問題はあると思います。やっぱり1社1社のの個別の内容ですねこれを見て いいうことだとだ思います当然中小企業であってもいわゆるグローバルニッチトップと言われるように非常に特殊な技術あるいは特殊なスキル、まあ、特徴を持って堂々と存在感を持ってやっている企業高収益企業あるいは有料な財務体質を持った企業というのはたくさんあります。一方上場といっても非常に厳しい事実上厳しい内容 あるいはそのグループ会社いろんな不法な会社を抱えて苦労している企業というのもたくさんあるわけでそういったところは神をする必要があると思いますね。まあ、大企業であってもそのじゃあ会社が生き残ればいいのか大量の例えば社員を解雇するあるいは下請けを切るこういった犠牲の上のまあ存続といったことをどう評価するかということを含めて、まあ、難しい問題かなと思います。 やっぱり一社一社の企業内容事業性をしっかりと見ていくということがこれ基本かなというふうに思いますさて次はですねこれは銀行の方からの質問なんですね、えー、この銀行の方はまあ経営改善、えー、読みますと経営改善の必要がある企業ここはまあ当高がメインバンクであります しかしその経営者に危機意識が非常に足りなくていろいろなまあ改善に取り組んでほしいということでえ社長に言ってはいるんだけれどもなかなか聞いてくれないということで何かいい知恵はありませんかということであります。で実はこの質問って非常にいいまああの企業価値向上これ経営改善っていうのも企業価値を高めるむしろ例えば 債務超過であったり、あるいは赤字であるということは、場合によっては企業価値がゼロとかマイナスという場合もあります。それを経営改善によって、えー、プラスに持っていくということは非常に大きな効果があるわけですよね。でそういう意味で言うと、経営改善というのも企業価値向上の大きな領域でありますけれども、本質がこの質問には含まれています。それはまあ社長が聞き届けてくれない、動こうとしないということなんですね。 で我々こうその銀行にしろ支援機関にしろコンサルタントにしろその人たちが、まあ、経営改善を直接携わるということは少ないわけですもちろんあの社員に働きかけるとかありますけれどもねマネジメントするとかだけどやっぱり基本的には会社の人経営者がやっぱり経営改善というのは行わなきゃいけないわけですよね。 だからどんなにそのいいアドバイスいい助言いい方策を作ってもその経営者自身がしっかりと腹に刻んで、えー、それに取り組もうとしなければ全く先に進まないこれがまあ企業価値向上の本質でありますでこの質問にあるようになかなか経営者に危機意識がなくていろいろ言ってはいるんだけど全く動くとしないこういう場合どう 説得をしたらいいいののかというのは非常にごもっととももな質問だと思いますすこれに関してはですね、まあ、もちろん経営者っていうのはいろんなタイプがあるんでそのこういう言葉が効くこういうやり方が効くっていうのはあると思いますけれどもやっぱり私がその基本になることというのはですねやっぱりその将来の S 型っていうのをやっぱりしっかりと突きつけるまあちょっと言葉きついんですけれどね 突きつけるととといいうことが大事だと思います例えばその、うんまあ、非常に赤字が2年3年続いている、まあ、債務超過になっているでもなんとか資金が回っているとその甘い経営者はこれからもなんとかやってくれるだろうとあるいはまあ銀行に泣きつけばなんとかしてくれるんだろうとこういうふうに思っている方いらっしゃるかもわからないしかししっかりと例えば、まあ、いわゆるそのプロジェクション将来のバランスシートあるいは将来の損益計算書 あるいは将来のキャッシュフロー、計算書、そういったものをその予想としてこういうふうに見せていく、このまま、あなたがこの状態を何も変えないとすれば、1年後の決算書はこういうふうになります、あるいはキャッシュフロー上は完全に赤になって、もう預金を食い尽くします、資金繰り回らなくなります、2年後はこうなります。 こういうことを放置していたらあなたはどんな目に遭いますかそれをやっぱり具体的に将来を見せてあげるということが大事そしてできればそのひどいひどい未来が今待ってるっていうだけではなくて今こういうふうに変えていけばこう変わる可能性があるそのためにあなた一人だけじゃなくて一緒にやりませんかとね投稿が面倒を見るしかしてその間にし えー、しっかりと手術をし実施をしていくのはあなたですよとまあ、そういったようなね、まあ、説得の仕方が大事ではないかというふうに思います それではあの最後の質問であります。これは保証協会支援機関の方でありますけれども、当協会でも企業の支援を行うべく、そういう専門の支援セクションを立ち上げました。現在は資金繰りの支援、あるいは強み弱み分析などをやっております。一方 まあ事業性評価というのはあまり慣れていないということでまたその事業性評価を行う上ではの負担もあるということでなんとかその例えばだけれどもその事業性評価に至らずともなんかこうちょっとした助言で経営改善を図る方法はないでしょうかという質問であります。ああでででっっ通りりすねやっぱりあの 事業性評価っていうのはコストがかかりますで時間もかかるわけでありますですからまずその授業性評価においてもメリハリをつける非常に深掘りをしてやってコストもかけてやっていく事業性評価もあれば簡易的にもちろん着眼点というのは何も変わらないわけでありますけれども簡易的にやっていくということもあるわけですねそういうメリハリをつけていかないとあの全ての企業に同じその配分で えー、その重要性評価をやるとということはできませんで、まあ今回ちょっとした助言で経営改善を図るひとことはできないかということなんですけれどもまずですねやっぱりあのこう人を支援していくよくしてあげるっていう意味でいうとどこから手をつけるかっていうその改善点あるいはそのもっとこうやったら伸びるかっていうその成長点の確信、まあ、をつかむっていうのが非常に大事なんですね。 でそういった意味でその事業性評価に至らずともですね例えばここを直せば大きく経営が改善するあるいはここを伸ばしたらもっと大きく成長できるそのレバレ時間ですねここをやると革新的にこうグッと動いていくっていうそのそういうポイントは何なんだろうということをまずは あー、その見ながらいろんなその企業と向き合っていくということが大事だと思います。それから、まあちょっとした助言で何とかならないかっていうことなんですが、これはあります。例えば特に零細企業なんかに多いんであります。けれども、やはりその職人さんとか、その経営のやっぱり不慣れ。あるいは経営の勉強あんまりしてなくて、そもそもの経営の基本的な知識がないために。 あのううままくいいいかないという場合ありますそれはあの今おやりになっているような例えば資金繰り表を指導する資金繰りをまずしっかり作って、ね、調達仕入れそういうのをしっかり見直していくという経営管理の基本を、まあ、あんまり難しいことではなくて、えー、教えていくというやり方もありますあるいはですね経営者の中には非常にやる気があるやる気があるんだけどやり方が分かんないそれはまさにさっき言ったように着眼点でここを直すとこうなるよと。 じゃあこういうことをやってみようかとかあるいは、あよろずく支援拠点とかあるいは、こういうところを紹介するから一緒に考えてみないかと、まあ、そういう方法論をまあ享受するということだとあります。あるいは、さっきの第2問の質問ともかぶってきますけれども、まあ、従業員さんとかねあるいは番頭さんは気づいていてもう直さなきゃとでもやっぱり経営者があの気づかない危機感が薄いという場合にはさっき言ったような形で気づかせてあげるといったようなことがあります。 あるいはまあ社長が一生懸命頑張ってるんだけれども周りがついてこないでこういう時にやっぱり舞台装置をねやっぱり従業員が一緒についてきてあげるような舞台装置これは経営改善の発表会とかそういうところで皆さんがまあ経営改善に対するコメントをやっていくそういう社員が一緒に共有できるような舞台を作ってあげるといったようなことがあるかもしれません。 まあ、ぜひこういうことを参考にですね考えていただけたらいかがでしょうか、まあ、今日はその事業性評価あるいは企業価値向上ねあのー、こう間接的な質問もあったかもしれませんけれどもこんな形でね皆さんもいろいろ私に質問していただくとこんな形で答えますでまたここに皆さんからこれを見ていただいてさらっといあるいは大きい違うぞもっとこんなやり方もあるぞえそんな風になっていくとまあ私それをご紹介しますんでねえいい形になっていくと思います 今日は第2回目のフォーラムでしたありがとうございました